い、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、ただいま緊急で動画を回しているんですが、2024年、5月の9日木曜日14時頃にね、アップデートが入りましたので、ちょっとね動画撮っていこうと思います。はい、ということで、本日ねご紹介するイベントはこちら。ついにやってきました、台風襲来ってことでね、農場でハリケーンによる濃霧が予想されますと、カウントダウンは13日と23日間、46分、注意、陰鬱な配色の天候により敵はこっそりと動いて忍び寄りやすくなります。また野外を巡回する場合、より静かで警戒した状態になります。一部の敵は懐中電灯部品を持っている場合もありますが、懐中電灯はモロ刃の剣になりえますので注意が必要です。また敵のボスのポレロやエイジャックスによる待ち伏せにも警戒してくださいってことでね、ついにやってまいりましたポレロイベント。はい、農場がですね、視界が霧により劇的に変化しますと、さらに霧により敵は隠れたりこっそりと動いたりしやすくなります。誰がこっそりじゃ。農場シリーズのポストカードは全てのスーツケース、またエイジャックスとポレロからドロップするチャンスがありますと書いてあるんですが、意味がわからない。ポストカードって何なんでしょうか。はい、ってことで、特に関係ないと思うんだよな。その辺をね提出するイベントはありませんので、ポストカードとは一体何ぞやと、その辺もね、ちょっと紐解いていければなって思います。はい、ってことで、本日作ってきた武器はこっちね、配られたやつってことでね、 MP5、なんか多分これバンドルかな、ね、なんかよくわかんないけど持ってたんですよね。はい、知らぬ間に僕のね倉庫になんかぶち込まれてたんで、ワンチャン賄賂の可能性があるなってことで、今回はね運営からもらったこちらのね MP5 を、僕なりにねマガジン50連に改造しただけの、簡単カスタムバージョン使って敵をしばいていこうと思います。基本ステータス、垂直ラッキーラッキーラッキー、水平が62、エルゴノミも62、中でジャブ水平のベビービービー。はい、ということでね、早速射撃場やってまいりました。まずはねノンリコイルブワー、こんな感じ。まあ、いつも通りの MP5 ですよね。てかもうそろそろさ、このノンリコイルブワーいらないかもしんないな。いる方がいたらね、コメント欄で教えてほしいんですが、この時間がね無駄だと思う方は、10秒スキップなり、20秒30秒40秒ってやっていただくといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。普通にさ、今回のね MP5 ちょっといつもとね仕様が違うんですよ。このさ、5SD をね使っているので、このねハンドガードが P しかつかないんですよね。ただ全然使いやすいから、こっちでいいんじゃないかな。こっちの方がね安上がりで済むんですよ多分。そんなことないかな。グリップつかない割には全然やれるので、これで全然いいかなって感じ。もう全然前世ですよね本当に。ラッドウィンプスが歌ってるわ、僕のなんか耳元から全然前世なんか流れてきました。はぁ、はい、ということでね、なんか全然前世流れ始めたと同時に、なんか知んないけどね撮影環境一回終わったんですが、また無事に始まる。大丈夫かな、訪れが訪れてないかだけ心配ですね。結構ね一回さ OBS 落とさないといけない可能性あるんですが、大丈夫か、大丈夫そう。訪れないので、このままね、撮影続けていきたいと思います。レッツゴー！はい、ということでね、秒速0センチメートルで、マッティングしました。対戦よろしくお願いします。みんなね、待ちわびていたんだろうな、このイベントを。やっぱりポレロさ、2シーズンぶりぐらいに、出てくると思うんですよ。はい、だからね、あの伝説の幻の、ヘルメットと、防具をね、ゲットできるチャンスですから、みんなね、この機会に、この2週間はね、この農場の台風襲来モードを遊ぶのがマジで基地。本当にこれさ、ゲットしたくてもゲットできないからね。特にヘルメットはもう本当に前回の動画でも紹介しましたけれども、5ヘルで5バイザーなのでめちゃめちゃ強いんですよ。あの5バイザーがついた5ヘルはね、本当にさ、汎用性高いから、マジで使ってほしいランキング第1位。とりあえず行きましょうか。そんなに視界悪くないな、言うほど。ただもう T7 がさ、これ悪さしますよ、こういったね。視界最悪マップだと。これ怖い、本当に。マジで T7 だけ気をつけないといけない。怖すぎ。一回ちょっと味方をですね、動かしましょうか。その間に僕は鎮痛剤パクパクタイム。いや、いるかな？2番さんがちょっとね、遠距離やってもらえればって感じなんですが。
まあ、とりあえずちょっとポレロをしばきに行きたいんだよね、本当に。俺が目指すのはポレロただ一つなんで、一回ちょっとポレロがいそうなね、まあ、厩舎の方とか行ってみましょうか。まあ、いなかったら、どこ行こうかな。まあ、モーテルとか、まあ、それか、あっちの下ですよね。ちょっと別荘寄りの、まあ、あの、高台の下とかなんかいそうなので、まあ、気をつけていきましょう。まあ、ポレロ探しからね、始めていけばいいんじゃないかなって思うんですが、まあ、この辺になんか敵とか芋ってたらもう終わるわ。ちょ、マジか。俺戦闘になってるな。いかんな。これまずいね。ちょっと戦闘癖出てるので、なるべく味方をですね、まあ、前に持ってきたい。ここは持ってっけーするんで、味方をまずは持ってっけー。で、2番さんがなんかそこで止まり始めた。怖い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 。さあ、ロケーションマーク了解。Understand! なんか落としてんな。まあ、厩舎の方ですよね。いや、どうしよっかな。脱出地点までマークしやがった。まあ、そこはまあ、さすがにでしょ、まだ。まだ脱出はさ、早いよ。ポレロをね、まあ、しまいたら脱出してやってもいいんですが、結局ポレロと会えるかどうかも運ゲーだからな。うん、まずこのゲームはね、本当に運が強いんですよ。まず野良ガチャして、その後武器ガチャして、で、防具ガチャからの貫通ガチャでしょ。で、ポレロガチャまで始まっていくんでしょ。もう、どれだけさ、ガチャ要素追加すれば気が済むんですかと。いないか。まあ、なんかこっちのさ、この辺にもね、たまにいるんですけど、ポレロ。いなさそうですね。さあ、なんか入ってきやがった。いるんな。いるんな、これ。了解した。いや、どうしよっかな、これ。あ、マジ怖いわ。ワンチャン、これ、ポレロか。ポレロの可能性なきにしもあらずというか、ないか、それはさすがに。ちょっとさすがになさそうですね。あいつなんだ?あいつ普通に人かな?しばきに行くか。一回しばき入ります。ちょっと待って。怖い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 。待て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 。あ、いるな。はい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 。は?よくわかんないけど、これ普通に人じゃねえか。あ、人じゃねえわ。誰だこれ。スカちゃんでしょ、この辺どうせ。厩舎怖いな、本当に。厩舎からなんか撃たれる可能性なきにしもあらず。ポレロいないかい?ポレロはいなさそう。で、なんか厩舎丸見えですね、これ。ちょっと霧マップでさ、今までね、中が全く見えなかったこのさ、厩舎の中が丸見えです。さあ、とりあえずちょっと上行きたいと思っているんですが、上行っても大丈夫か。さすがにいないか、上は。大丈夫かしら。あ、もう金庫開いてない。これはじゃあチャンスですね。じゃあ金庫開けましょうか。せっかくなんで。はい、じゃあこっから出しちゃいます。極秘文書カモン。ちょっとマジで出てくれ。はい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 。もう可能性ゼロ。1マスの時点で、僕の極秘文書チャレンジは終わってたってこと。いやー、まあ、モーテルいるよな。まあ、とりあえず、まあ、一旦ちょっとここでマガジンリロードタイムからの ASMR まで挟んでおきましょうか。やってんねー。ちょ、行きましょうか。ワンチャン敵がポレロのね、物資持ってる可能性全然あるので、まあ、敵をしばくっていうのはもう全然ありよりのあり。さあ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 、あいつなんだ?はいはい、しばきました。まず1枚、ファーストキル。これで、とりあえず核キルが入ったんですよね。一回マガジンリロードタイムからの、これしばいちゃっていいかしら?答えは聞いてない。とりあえず、ここでですね、スモークを投げ散らかしたい。はい、ここで一旦スモークね。追いスモーク。で、僕はこいつをしばきましょうか。はい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 。君はさすがにポレロは持ってないか。あーなんかしょっぱい。いやーこれしょうもないですね、この敵は。さすがにひどすぎる。しょっぱすぎ。あ、マジか、しかも勢力の弾入ってんじゃん、これ。これはいかん。こいつはダメだ。ちょ、とりあえずモーテルの中にさ、ポレロいるかもしんないからね。ちょ、ポレロしばきに来たんですよ、僕は。ちょ、ポレロしばこうぜ、マジで。なんかいそうだな、この感じ。ボスの気配がプンプンしてるわ。まあ、エイジャックスはどうでもいいんだけどさ、ポレロだよね。ははははは。怖怖怖怖怖怖。これどうしてどうしたよ。何かいいことでもあったのかいと。ちょっと待って、もうグレネードほっかるわ、ほんと。おれー!これでグレネードで沈んじまえ、ほんとに、マジで。ちょ、めんどくさいな、もうマジで、もう、おれー!これやったか?やれてないかしら?なんか上にもいるくさい。ちょっと怖いんだけど、ほんとに。どこにいたの?ボス集団は。なんかボス集団いそう。嫌ですね、これね。農場のボス俺結構苦手なんだよね。あと、ま、渓谷のボス。まあ、それ以外のボスとは戦ったことがないというか。いや、でも武器庫のボスも嫌だな。いや、普通にボス全部嫌いなんだよな、マジで。あ、やばい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 。あいつなんだ?あいつポレロか !2 は死んだらしい。ちょ、しばきに行こっか。お前どこ行った、マジで。消えた。あ、まあ、まず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 。怖い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 。ちょ、怖い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 。一旦退避。やばい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 。はいはいはい。あ、ばいばいばい。まず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 い。やばいやばい。始まった始まった。
あ、もうこれ始まりすぎ、もうマジもうバカなんだ、本当にこれは。ボス強すぎるんだわ、もうおかしいって、本当に。やめてくれって。一回ここまで逃げてきたけど、もう本当意味ない。ボスと戦うのもうしょうもなさすぎる。ちょ、まずいって、本当に。やばいから。一回これさ、グレネードほかっとこっか。うわ、あれ、エイジャックスだ。ちょ、エイジャックスバーが本当に、だるすぎ。お前、もう何これ。はい、ということでね、セカンドシーズンやってまいりました。まあ、今回はね、まあ、MP5 と言っても過言ではないでしょう。まあ、ビゾンでね、やっていこうと思うんですが、まあ、結局、勢力武器っていうのはね、お金がかからないので、まあ、実質タダと言っても過言ではない。まあ、だからね、タダで、まあ、ポレロの装備をね、まあ、分取りに行こうと思いまして、今回またもややってきたんですけど、もうマジでね、俺、ボス苦手すぎるんだわ。もう本当にやめる。もうボスマジで嫌い。さあ、なんか3番さんが敵見つけたらしいが、いるんか、大丈夫か。そっちはまあいますわな、そりゃな。なるべくポレロがね、出現しそうな場所を目指して、まあ今回やっていこうと思うんですが、いやマジでもうひどい。俺のご防具返してくれ、本当に。頼むから。ボスはもう手足にしか打ってこないから、もうさ、出会った瞬間、ジ・エンドなのよ。怖いなぁ。いるなぁ、そっち側。厩舎いますね。ちょ、とりあえず厩舎もどうにかしたいんですが、いや、モーテル怖すぎ。ちょ、モーテルはいいや。一旦モーテルなしで。あ、バイ。もうなんか撃たれてるし、もう誰君は。やめておけ、ほんとに。いや、マジでさ、ポレロこれ確実にまあ、マップにいるんだったら美味しいんだけどさ、確率で湧くとかだったらちょっと渋いですよね。まあ、その辺もまあ、まだわからないんですが、まあ、とりあえずポレロのね、装備が欲しい。ほんとにただそれだけ。行くか。ちょ、行きましょうか、こっち側ね。いるな。なんかやり合ってるんで、ちょ、僕もさ、潜入していきたい。ちょ、参戦するか、こっち。あ、あいつ何？あいつ普通にスカちゃんだもんね。あれもうスルーでいいや。ポレロに向かっていくしかないわけよ、ほんとに。ちょ、待て。大丈夫か？3番さん撃たれてるか？違うな、これ。これスカちゃんとやり合ってますね、誰かが。いるらしい。了解。あ、やばい。見つかった。最悪。あいつジャンプして索敵しやがった。とりあえず僕はここで。あ、3番ちゃん！ 3 番選手が死んでしまった。ただ、それをさ、ちょっと餌にしていこうかな、僕じゃあ。その3番選手の物資をしばいている間に、僕がしばくっていう寸法さ。結局これが最強戦術なんで、ね。やばい。まずいわ。いっぱい足音聞こえてきやがった。とりあえずさ、こっち側しばきたい、僕は。はい、なんかやってますな。はい。お前様は何をしているんだと。まず1枚撃破。からの角切れまで入れたいですね、これはね。しっかりと、角入れてあげましょう。はい、バイ。なんか同じ顔したやつがいましたが、僕と。これは何？ドッペルゲンカーか。まあ、全ロスした運命には抗えないってわけよ。僕は Z 世界線に生きているんで。マジで世界線変えないとさ、ほんとロストのね、運命から逃れられないっていう、これもう最悪案件。とりあえず、鎮痛剤パクパクタイムをかましていきましょう。まだいるんだよね、仲間が。雷壊し。ちょっとマジか。いや、これ無理だな。動けないんだけど、ほんとに。しばいたはいいんだけど、動けない案件。こっち側から来てますね。回ってきたか。はい。スニークしてるわ。あ、いるわ。そこにいるじゃん。なんだ、もう近くにいたのね、君。もう居場所が分かったら僕が、しばきますよ。はやっ！一応見るか。一応見ましょうか。うん。僕がどれぐらい与えたのかね。もうマジで勝てない。本当に勝てない。どうすればいいんだ。もう、最近全ロスからもう無理。もう無理。マジで。はい。4発は当ててますわ。うん。マジか。いや、マジか。あと何ダメージ与えればよかったんでしょうか。僕、あと2発ぐらいかな、これは。はい、ちょっと待って。なんか敵さ、同じじゃね、顔。